あ、りょうじ。はい。もうその照明器具つけたら今日ちょっと早いけど、もう帰ろうか。あ、電気屋さん、格子道具めっちゃ道具とか揃えてこだわられてますね。めっちゃかっこええやん。職人さんお疲れ様です。お疲れ様です。いつもうちの工場工事来てもらってありがとうございます。いえいえ、めっちゃ綺麗になってますわ。 ありがとうございます。いい感じです、はい、これもしよかったら飲んでください。すいません、はい、お兄さん電気屋さんですか？あ、そうです。めちゃめちゃ格子道具かっこいいですね。ほんまですか？はい、ありがとうございます。お疲れ様です。あとどんぐらい残ってる？あ、もうこれつけたら。え、この辺。最後？はい。めっちゃ早いな。おはようございます。おはようございます。今日の作業内容としては、はい、2階のクリーンルームの部屋の真正面コンセントの取り付けやろうかなと思ってます、はい、ちょっと悪いねんけど、俺今日他の現場の現長あるから、りょうじちょっと食堂で頼むわ。終わったか？あ、今終わりました。お、通りとかも完璧やん。ええ感じやな。めっちゃ綺麗に施工してるやん。お疲れさん。お疲れ様です。あの現場無事終わったな。あ、まあそうですね。最近結構あの現場もちょん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 こなすようになってきたな。まあまあぼちぼちですけど、ちょっと来月から給料アップしとくわ。セーフや。よっしゃ。森本、はい、ちょっと来月の話じゃないけど、はい、ちょっと出張行くことになったわ。でな、ちょっと嬉しいことに食事代は出る。で、場所はな、南極。